はい、えー、山崎匠です今回はすごい話し方会話編一対一でお話しするときにどういうことを気をつけると会話はうまくいくんでしょうか愛の反対は何愛の反対は憎しみでしょうか、えー、失敗の反対は何でしょうかという質問 受けたことありますよね失敗の反対成功違いますね失敗の向こう側にしか成功はないから失敗の反対は何もしないことああ、ありがとうの反対は何でしょうかありがとうの反対はこんちくしょうあることが難しいからありがたしっていうことは当たり前が反対ですよねじゃあ愛の反対は何でしょうか憎しみでしょうか 愛極まり憎しみに変わるこういうことがありますので憎しみと愛は同じ方向にありますねマザー・テレサはこう言いました愛の反対は無関心だと僕は若かりし時からビジネスをやってきてたく成功したかったら仲間に対して「愛だよ」「愛って何ですか」ってそれを分かった人だけが持つ才能なんだよ。愛の反対は 無関心だと聞いたときにビー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 ビ,ービーって体に電気が走った無関心の反対が愛ならば無関心の反対は関心を持つ関心を持つことが愛ならば今すぐ愛を具現することができますよね名前は何て言われるんですかあどんな漢字書くんですかどこご出身ですか お父さんお母さんは何をされている方なんですかえその漢字誰が考えてつけられた名前なんですかえっどこどこ県の有名な食べ物は何ですかどんなお仕事をされてました学生時代に打ち込んでたスポーツは何ですかハンドボールハンドボールの面白さは何ですかハンドボールはね球技だけど格闘技だよ格闘技なんですかどういうところが格闘技なんですかどんどん深掘りしていくその人について知ろうとする。 これが愛の実現なんですもっと言うとその人が関心を持っていることに関心を持つこれはラポールが生まれますよね強い信頼関係が生まれてくるってことです、えー、カウンセリングの世界では転移、逆転移が起きて初めてカウンセリングが成立するという、えー、お話があります患者さんがまるでカウンセラーのことを好き 恋人同士のように感じてあたりカウンセラー自身が患者さんのことに恋をしているような状態になった時にカウンセリングは成立すると言われてるんですもしかすると一対一の会話もこれと同じところがたくさんあるかもしれません話話上手これすすごく重要ですあの人の話は面白いねだけどその上手は「聞き上手本当にあの人本当にあに気持ちよく聞いてくれるよね」 もう一個上手があるんです話させ上手聞き上手の上のレベルねそれはね話をしながら質問を投げかけてその人が「に入っていくポイントを見つけえそれどういうこと?え」それ何それれ何初めて聞くっていう形でバーン気づいたら「私ばっかり喋ってたごめんね」っていうそこまでお連れすることができるかどうかしかもその人が「エツに入る話は 人生の中で3回や5回じゃないです10回20回30回ってきっと喋ってきたはずなんですその話をこんなに面白そうに聞いてくれたトップ3に入ってやるっていうこれね <laughs> これを目指していただくと話させ上手になっていけるということなんですよねまあ、コツがいくつかあるのでそれを今日はご紹介させていただきたいと思いますまず1 座る時のポジションこれ正面切ってあってしまうと緊張の間になってしまうんですよねなのでできれば角角に座ってうんうんそうなんだそうなんだっていう風に聞いていくととても緊張にならなくていい会話になっていくんじゃないですかね人は話をだいたい7%ぐらいしか聞いてなくてあとの90%はうなずきだったり僕がよく使うのはこれです特に目上の方の人と喋っている時に 気に入られたいと思う時がありますその時に僕が必ずやるのすいませんメモ取っていいですか?」<laughs> これなんですよね「なるほどなるほどなるほど」こういうようにメモを取りながら「はやばすぎるこういうことですよね」って言ってその人が喋ったことをもう一度、えー、僕が表現しながら。 そうそう私が言いたかったのはそれなんだよだからね君はうまいことまとめるねみたいな話の中で盛り上がっていくっていうことなんですよね <laughs> あとはその人の顔のどこを見たらいいのかっていう問題がありますね僕はここら辺を見るようにしてます目と目が合いすぎると緊張の間になるので目と目の間ぐらいをボヤンって見ながらたまに ここ大切っていう時に眼球また戻るみたいな形でこの「目」というのはドラマを作っていくことができるんで「そうかお前の母さん泣いてるぞ」みたいな形でこの反らしていくのも実はドラマを作っていく中でで大切ななことなんですよねあとはお話ししながら「その時にさ俺はさイタリアンに行きたかったんだよね」だけど結果フレンチに行くことになっちゃったんだよねっていう時に「はあ」で終わらずに「 結局フレンチ行ったんですよねっていうそうなんだよフレンチに行ってで帰りにもうギリギリの時間でさ遅れそうになったんだよね遅れそうになったんですねっていうそうなんだよってこれものすごく話が盛り上がっていくオウム返しの術っていうのがあるんですこれはですねん、青年心理学とかね学校の先生になったりする時に必ず授業で出てくる大切なものなんですよねそして話を聞くときに手を開く これ重要ですこれ拒絶の間です、えー、あなたのことに対して私はバツ、えー、マークを出してますよこれ手を開くとこの人は私に心を開いてくれてるっていう状態になっていくんですねあとはねこんな実験がありました人がやってきてへえ、そうなんですねへえっていう A っていうパターン B は私はね私はねこうなんだよ 私はこんなこことが得意ななんんだよ私はこんなに知り合いがいるんだよってアピールする B パターン A パターンと B パターンアンケートを取りましたどっちの方がこの方大物に見えたか答えは A パターンなんですなんかアピールした方が大物だって分かりやすい感じがしますよね。しかしか何もアピールせずにあー それはさぞかしすごいことですね。はあ、はあって感心しながら聞いた方が。相手は大物だと思うんですね。<laughs> そうやって。聞き込んでいくと、あなたのところにいっぱい情報が集まってきます。そうすると。あなたの持っている世界観の幅が広がってくるんですね。学生時代何やってたんですかって。わ、あれアメフトなんですよ。え、エクセリーグ。これが出ると。 もうアメフトの人はビーンってレッドゾーンまで振って X リーグご存知ですかってこうなるわけね <laughs> あなたの幅が広ければ広いほど引き出しが多いっていう表現になりますね引き出しを多くするのは簡単です知らない話が出てきた時にそれはどういうことですかえそれの一番面白いところは何ですかそれやっててよかったなと思ったことって何ですかこうやって聞き込んでいくと幅と深みが出てくるようになるんです そしてその人が「エツに入っていく「いやー今まで一番感動したのは体育祭かな体育祭のどこですか?」っていう「いやそれが最後にあるリレーでさそれでね勝ったチームが結局優勝するみたいなことになってて俺がアンカーだったわけっていう <laughs> それでそれで」っていう「バトンは3位でもらったんだけどね」っていうでででぐーっとその人がその瞬間にリアリティを持って喋る瞬間を あなたが演出できるかどうかなんですある人は泣き始めるかもしれませんある人はもうキラキラ輝くようなあの高校時代の目の輝きまで戻っていく人もいるんですそこまでぐっと話が持ってこれるかどうかそしてそのことあなたにとっては居酒屋トークの、まあ、通,りと通りがかりの瞬間しかないかもわかんないけどその人の人生という映画の中では名場面があるこれを アドレス上のメモ欄にちちっとメモっておくっていうことですよね。これができると。そうですよね。それはもう、あのあれじゃないですか。体育祭でリレーで優勝した時ぐらいの感動あるんじゃないですか。お前よく覚えてるな。<laughs> ここにつながっていくんですね、えー。あと大切なのは笑顔。鉛筆をと外に加えて本を読むのと。鉛筆を横に加えて本を読むの。どっちの方が学習能力が高いか。 なんと鉛筆を横に加えて本を読んだ方が学習能力が高くなるんですそれは口角が上がりますよね脳は騙されやすいので楽しいって捉えるんですなのであなたが笑顔で聞けば聞くほどあなたの目の前に繰り返されるこの会話は楽しくなり充実した時間になりその笑顔を見ながら喋ってるその人にとってもとても大切な時間になっていくっていうことになりました そして、えー、素晴らしいですね。素敵ですね。やりますねって。その人が嬉しくなるように、相槌を入れていくってことね。これすごく、喋り手としては気持ちいいことでしょう。だけど、またまたうまいこと言ってって思う人もいるかもしれません。その人が一番喜ぶのはこれだと思います。ねえ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 。 あのねこの前聞いたんだけどね「何々さんってやばいよめっちゃ面白くてこうで」って他人に良い噂を流すと「この前匠君から聞いたんだけどね何々さんってこういうとかってすごいらしいですね」そうそうやって言ってた?」ってこれ,これ嬉れしいこれは「またまたまた」とは思わないんです。だけど伝わらないケースもあるよねじゃあ必ず伝わって100%以上嬉しいのは何かうーん教えちゃおうそれは ねえねえねねえ紹介していい彼を彼ってねこういう人なんだよね俺もすごい尊敬しててこうでああでこうでってその人の良い紹介を目の前で他人にするこれはそうやって思ってくれてたの俺のこと <laughs> っていうやっぱその人がまたまたまたとは思わずあなたからの良き噂を直接聞くことができる瞬間なんですね。 LINE なんか誰かにえっと書こうと思ってえ検索した時によく似た名前の人が一緒に出てきますその時に用事がある人にそのまま書くだけじゃなくて「おちなみに最近元気?」とか入れてみることも大切でしょうコミュニケーションの中の魔法使いになれます1.001.00の365条は1ですでも 1.00 1 1は 1. 0に0.01足しただけこれの365乗はほぼ38っていう数字になるんですだから1.00の約40倍になるんです1.02たった0.02足しただけこれの365乗は 千四百になるんです。この零点零一をバカにしない。もっと言うと零点九九一から零点零一引いた零点九九の三百六十五乗は零点零二ほぼゼロになるんです。<laughs> なので零点零一の魔法を信じてみてください、えー。ぜひともいいねボタンを押してください。チャンネル登録もコメントもお待ちしております。また会いましょう。